人族の一部の種は50万年前から始まる、旧人類という大区分に分類される。典型的に、ホモネアンデルターレンシス、ホモローデシエンシス、ホモハイデルベルゲンシスを含み、ホモアンテセッサーを含める場合もある。この区分は、ホモサピエンスイダルトゥと、ホモサピエンスサピエンスが含まれる、解剖学的原生人類と対比される。 1921年にブロークンヒルで発見されたホモローデシエンシスの頭蓋骨原生人類はホモエレクトスから進化した旧人類がさらに進化したものと理論付けられている。旧人類の農業石は原生人類に非常に近いことからたまに学名ホモサピエンスに含まれる。旧人類は平均して1200から1400。 立方センチメートルの農業石を持っていたが、この範囲は、原生人類の範囲と重なる。求人は、頭蓋骨が厚く、眼下上流器が発達しており、お互いが欠如していることから解剖学的、原生人類と区別されている。解剖学的原生人類はおよそ20万年前に出現した。トバカタストルフ理論によると、トバ火山の大噴火によって、 旧人類は7万年前から少しずつ減少していく。人族の非現生種は3万年前までは生存していたことが確実であり、もしかすると1万年前までは生き残っていたかもしれないと見られている。旧人類の定義はこの言葉を用いるものによって異なる。近年の遺伝学的研究の研究によると、現世人類は古代人の少なくとも2つのグループと交配していた可能性が、 ある。他の研究は、現世人類と古代人が共有する遺伝子マーカーの源となる混合物について、50万から80万年前の祖先の元来の特性を示すものとして疑問を呈している。比較的最近の1万1500年前まで中国に生息していたバカ道人に関する新しい証拠は他にもグループが存在したかもしれないことを示唆する。 ロンドン自然史博物館のクリス・ストリンガーは、この人々が、現世人類とデニソワ人が荒廃した結果である、可能性を示唆している。一方で、他の科学者は、その独自の特徴が、人集団に予想される範囲内であると見て依然として懐疑的である。旧人類区分には取り決められた定義がない。定義の一つでは、ホモ・サピエンスは、 旧人類と原生人類を含む複数の亜種を内包する単一種である。この定義においては、原生人類は、ホモ・サピエンス・サピエンスと呼ばれ、旧人にも、窃盗時の、ホモ・サピエンスが付けられる。例えば、ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスとなり、ホモ・ハイデル・ベルゲンシスも、ホモ・サピエンス・ハイデル・ベルゲンシスとされる。他の分類学者は、旧人類と、 原生人類を単一種としてではなく複数の異なる種とみなしている。この見方をする場合には標準的な分類であるホモローデシエンシスやホモネアンデルターレンシスが用いられている。旧型ホモサピエンスと原生人類、それからホモエレクトスと旧型ホモサピエンスを分ける線引きは明確ではない。19万5千年前の重い石にある化石、 16万年前のホモサピエンスイダルト、9万年前のカフゼイ遺跡の化石は一目で、原生人類と認識することができる。しかしながら、これらの初期原生人類は顕著ではなく中程度に、見られる眼下上流期をはじめとして、いくつかの原始的な特徴との混合が見られる。解剖学的原生人類と、ホモネアンデルターレンシスの頭蓋骨の比較級人類の出現はしばしば、 断続平行の例として使用される。種が比較的短期間に重要な生物学的進化を遂げるときにこれが発生する。種はその後次の中断まで非常に長い期間をかけて少しずつ変化していく。旧人類の農業石はホモエレクトスの900立方センチメートルから1300立方センチメートルへと大幅に拡大した。旧人類の期間に 人類の農業石はピークに達し、それ以降は縮小している。ロビン・ダンバーは、旧人類が最初に言語を使用したと主張している。ダンバーは、農業石と人族の群れの大きさの関係について分析を行い、大きな脳を持っていた、旧人類は120人以上のグループを形成して生活していたに違いないと結論付けた。 人族が言語を使用せずに、このような大きなグループで生活するのは到底無理であり、さもなければグループは結束できずに崩壊してしまうだろうというのが彼の考えである。これとは対照的にチンパンジーは最大50人の小さなグループで生活している。ありがとうございます。